はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。10時40分ですか、10月は5日の土曜日でございます。あ、ちゃうちゃう、12日の土曜日でございます。はい、日間違いね。今日はね、相談会なんでですね、12日は相談会、あ、来週のね、19日はですね、早稲田のですね、集中講義1日3講やるという日なんで、昼から言いません。もうそのまま帰ります。1時から始まって6時までやるんですよね。だからそのまま早稲田大学の本校の28号館29号館なんかそんなところでやります。まだ多分数席余ってますよ。途中でね、定員増えたんです。最初23人で始まったのに、今の定員41になってる。知らんけど。はい、行きましょう。レジュメ書かなあかんね、来週は。ほんまに。6時間の講義ですからね、レジュメ書くのにね、やっぱり2、3時間かかるんですよね。前の多少使い回せるのはあるんですけどですね、今の現状をこう、載せていかなあかんでしょう。いやー、しんど。まあいいんですよ。やり始めたら楽しいんですよ。レジュメ作るのが、へーって言いながら作るんですけど、私は。さて、本題は中国でございまして、ひどいことになってるようですね。10月1日から7日まではですね、中国のゴールデンウィークなんですね。でこの時期はですね、田舎に帰るんではなくって、旅行するというのが中国人の行動様式らしいんですよ。まあ日本人もゴールデンウィークどこ行くねみたいな、まあそういう人は結構いますよね。まあ僕はゴールデンウィークなんか絶対行きませんけどね。どこ行ったって人いっぱいやん、高いし。そうでしょ。だから絶対何もしません。ゴールデンウィークどっか行ったなんてことないんちゃうかな。大体ここ10年ぐらいはずっと仕事してますね。はい、行きましょう。中国国内線の航空券価格さらに急落、 93% オフの路線も高速鉄道より安いという、もう7日に終わってですね、そのどういう状況やっていうのが伝わってきてるんですけども、観光地ではですね、公衆トイレの床に寝ている人たちの写真がですね、こう来たりとかしましたね。そこまでして旅行に行きたいんかと思いますけども。で当局発表は 19. 何億人かなんかが動いて 大変盛況やったみたいなことを当局のメディアは言うてますけども、実際はボロボロみたいですね。何がボロボロかというと、お金がないから旅行なんか行けへんもんっていう人があまりにも多い。だから19億ってどうやら話半分にしなあかんみたいですね。本文こんな感じです。今年の10中黒1連休、いわゆる1日から7日の連休ですね。中国の観光業界から史上最悪の悲惨な連休と呼ばれている観光業界ですね。連休終了後、連休開始前から急落していた中国国内の航空券の価格はさらに下がっており、中には 90% 以上という路線も出るなど、今では飛行機は高速鉄道よりはるかに安いという異常事態になっている。多分これ便をどんどん減らすんちゃいますかね。多くの観光都市の航空券が激安価格になっただけでなく、各地のホテルの客室単価も急落しており、旅行するには超お得なシーズンとなった。今がね、僕コロナの時にね、京都に行く用事が2回あったんですよ。2回とも同じホテルに泊まったんですけどね、いくらやったかな、1人3000円ぐらいですよ。確か、いや、あれですよ、結構真ん中ですよ。河原町三条から歩いて5、6分とこちゃいますかね。5、6分、2、3分かなぐらいのとこですね。5、6分かなで、泊まりましたけどですね、6000円。あれ ?7000 円 ?2 人で7000円ってことかな。多分今は2万円出しても泊まれんのちゃうかなと思いますけど、ホテルの値段ってこんな上下しますよね。飛行機の値段はそんなにそこまで安くはなりませんけどね、最近は。昔はね、1万円でどこでも行けるとかありましたけど、もう中国はもっとひどい状態になっていると。一方、どんなに値下げになっても自分には関係ない、だって旅行するだけの余裕がないのだからと嘆く声も少なくない。11連休後の運賃急落の理由について、業界関係者によれば、連休明けの旅客数の減少に直接関係しているという。中国メディアによると、特価チケットを発売する航空会社も相次いでいる。例えばあるオンライン旅行サービスプラットフォームの情報によると、
10月11日に広州から昆明へ飛ぶ航空券の値段は 93% 引きの180元3800円だと。10月9日に広州から大連、これ南から北ですね、飛ぶ航空券の最安値はわずか150元3000円だった。 87% 割引に相当。まあまあ、しかしね、ひどいことになってますね。旅行シーズンが終わっても9割引き、8割引き。うわー、これ多分国内航空の会社成り立ちませんね、これだと。多分便数を減らしてですね、人数を減らしてと、パイロットや客室乗務員さんの人数を減らしてということになるんでしょうね。一時の韓国の LCC みたいですね。日本船で持ってたのに、ノージャパンやーってやり始めた途端に LCC が、ね、軒並み倒産状態になったという、2019年のですね、韓国の LCC を襲ったですね、こう激動が今中国の国内航空便を襲ってるという感じですね。いやー、そのね、8割引き9割引きになってもね、埋まらないっていうのは相当ですよ。2019年の韓国の LCC はあれノージャパンとい こう政治的な運動でそうなったんですけど、今の中国はなぜそうなってるかというと、お金がないから、単純に人々が旅行をしなくなったと。中国人って結構旅行好きですからね、それをしなくなったということですね。いやー、この中国のね、こう不景気というのはですね、日本にいて想像している以上にこうひどい状態になっている感じですね。よくね、街のですね、ちょっと前、5、6年前までは人だかりに人がいっぱい歩いてたという商店街が今シャッターになっているという光景もですね、たびたびこう見られます。この大企業見てるとそういう写真いっぱい出てきます。いや、相当ひどい状態ですよ、これ。いや、皆さんお金がないということでしょ、簡単に言えば。で、だからそのうちね、さっきも言ったんですけど、こう治安が悪くなってですね、そのもう警察でそういう、こう犯罪を抑えることが、防ぐことがですね、抑えることができなくなるところの一歩手前に来てるんちゃうかなと。ざわざわざわとですね、食べるものがなくなった人はですね、こう商店を襲うとかね、そんなこともですね、これから起こってくるんちゃうかなという気がしますよ。もう今まではね、単にお金がないからもうどうしようもないね、生活できひんねとかいうレベルやったのが、今度からこう飢えた人たちがですね、その暴れ回るという状態に なっていくんちゃうかなという気がしますね。はい、まあ、ということで、一応この大起源のですね、中国国内線の航空券価格をさらに急落、 93% オフの路線もと、まあ、空気運んでるよりね、ちょっとでもお金もらった方が得ということでしょうね。はい、のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうも、ありがとうございました。